よし、今日は大事な撮影だぞ。気合入れよう。タイトルの通りですが、この青木かのんチャンネル、今日は皆さんに感謝の言葉と、そして今後のことについてお話をしていきたいと思います。この青木かのんチャンネル、設立は2014年1月。ゴシゴシ YouTube だけで食べていくには、そこから約3年半という月日が流れ、そうです、このチャンネルは今日でなんと節目の5年目に突入しました。本当に皆さんありがとうございます。なんかいろんな YouTuber さんがこういった節目の動画上げてるじゃないですか。毎回そういった節目のタイミングの動画のタイトルってめちゃくちゃ迷うんですよね。だって内容全部さ、そのまんま5周年目を迎えたので今後のとかやってもあまり見てもらえないじゃないですか。それが YouTuber 悩みで、感謝の言葉っていうタイトルにしないと見てもらえないっていう、それと同時に視聴者さんをタイトルでそわそわさせてしまってるんじゃないかという罪悪感とともに、でも視聴者さんのことより再生数が欲しいと思って今回このようなタイトルつけました。あ、でもね、そこで ちょっと待って、まだ停止しないで、こっからだから、ちゃんと5年目っていうことで今回後半に大事なこれからのことを話すから最後まで見てください。なので今から話すことは、専業になってからこの4年間いろいろもちろんありましたので、その時に感じてきたいろんな、心境だったり苦悩だったり、そういったことを話して いこうかなと思います。誰も興味ねえよって言われちゃうかもしれないけども、んでもこのチャンネルの主役は私ですので、私のチャンネルだから好きにやらせてくださいということで、まずはですね、感動と苦悩のラビリンスウォールヒストリーを話しつつ、で、後半は、本当に、今ふざけてるようなテンションで言ってますけども、だいぶ決心したことがありますので、それ今から話していきます。すごい決心したのよ。お願いしますね。最後まで見ていってください。ではですね、青木かのん専業 YouTuber になって5周年目ということで、乾杯の温度を取りたいと思います。私が毎日飲んでいる美肌のために欠かせないハウス食品、シーセン。これね、すごいんですよ。これ飲むことでビタミン C が取れるから、肌の美白効果とかあるんですよ。なのでよかったら皆さんも飲んでみてくださいと言うと、まだまだ青木かのんは企業案件に手を染め上がってと言われますけども、一切企業案件じゃありませんので、では今後の青木かのん飛躍を願って乾杯。実際に音カチンって鳴らそうか、マイクにね。今やばくなかった、ちょっと強くなかった今、うわーみたいな、電車の中でイヤホンしてる人とか、特にノイズキャンセリングモードでこれ聞いたら、うわーふざけんじゃねえって言って手を襲えちゃうんじゃないの。では喉仏を隠しつつ飲みます。うわ、うま。あ、でもそうでもないな。ね、企業案件じゃないでしょ。ちゃんと本当のこと言いますから。ということで、青木かのんヒストリー。あ、じゃあ、ラビリンスウォールヒストリーだっけ、忘れちゃった。私、もともと、YouTuber として生きていこうと思って、YouTube 始めてないんですよ。もともと音楽学校に通ってたの。で、音楽学校って毎回ね、月1の発表会ライブがあったんですよね。その発表会ライブっていうのは結構残酷で、ライブハウスでやるんですけども、実際に本当にお客さんを入れてやるの。その月1発表会ライブでは、みんなそれぞれね、チケットノルマがあるんですよ。どういうことかっていうと、いかにこのライブにそれぞれのファンを連れてこれるかっていうことなんですよ。これね、残酷ですよ。だってさ、そんな音楽学校に通ってる時点でデビューもしてるわけでもないし、実践経験もない音楽学校の生徒ですよ。そんな生徒が自分のファンをこの現時点でいるわけないじゃないですか。が、しかし、私以外の生徒さんはみんなファンを連れてきてました。そうなんです。その月1発表会ライブでは、いっぱいみんなの客席にそれぞれのファンがいる中、私の時だけお母さんしか来てませんでした。もうね、屈辱だったの、すごい。辛いよ。しかももっと残酷なのがね、ライブハウスって結構ギュウギュウだからさ、そのお目当てのアーティストが出てくるまでライブハウスの外に出て行っちゃったりとかすんの。だから結構ね、客席ってすごい出たり入ったりするんですよ、人が。で、私お母さんしか連れてきてないじゃん。客席にまあ10割人がいたと しましょう。で、みんなだいたい4割、5割ぐらいいるんですよ。私の時だけ7割とか2割とか、なんかお情けで残ってくれる人もいるぐらい。もうね、すごい辛かった、メンタルが。もうこうだったら
こんなに人は少ないけど私は歌がすごいんだっていう、そこをアピールしようと思って東方神起のボレロっていうね歌、東方神起の中ではすごいキーが高いんですよ。サビがね、わかりやすく言うとラルクさんの虹みたいな感じで、そのボレロって歌はねっていう歌なの、全然再現になってないけど、もう客席少ないじゃん、その中でボレロ歌うからさ、よっしゃいいとこ見してやろう、高音をいきなりボーンって出せばかっこいいだろうと思って、いざ本番聞かせてってなっちゃって、本当に屈辱でした。まあ、そんな感じですごい屈辱的な思いをしてからの YouTube 始動なんですよ。まずは有名になればファンが来るんじゃねーみたいな、それでプラレールお姉さん爆誕ですよ。なぜプラレールやったかと言いますと、無名のやつの歌を公開したところでとんでもなく上手い人以外は、まあ、なかなか見られないわけですよ。なので当時ネームバリューのあるおもちゃを出すことによって、そこの影響力にあやかろうとプラレールお姉さんをやったんですね。そしたらね、みるみる1000人ぐらいいったの。すごくない？まあ、そんな感じでズルズルいって話飛びますけども、2017年、もうその時点でうわもう YouTube 私向いてないんだみたいな。だって2014年から2017年の夏まで多分登録者1万人ぐらいしかいかなかったんですよ。やっぱ私がもう下手すぎたからさ、マーケティングだったりどうやったらみんなに見てもらえるかっていう、そういったノウハウが素人だから全然わかんないから、3年間頑張っても1万人だったの。悔しかったけどね、あーもう私向いてないんだなーと。そうやって落ち込んでた時に久しぶりにねお母さんとご飯食べたんですよ。この日結構落ち込んでたっていうこともあって、お母さんにあのさ、もうそろそろさすがに夢を追い続けるのも無理だから就職活動しよっかなーと、こんな感じにお母さんに伝えたんです。そしたらね、お母さんがあなたは何て言ったっけ、あれ、あ、思い出した、あなたはあなたができることをやりなさいって言ったの。そのお母さんからもらった言葉をヒントに、私それまでプラレールお姉さんだったりとか商品レビューとかこうデレレッデデーみたいな、これめちゃくちゃ美味しいですよねっていう、そういったレビュー系の動画ばっかり出してたんですけども、いやいや待ってよって、あなたにしかできないっていうことは青木カノンだけの武器を使えばいいんだってなって、そうです、皆さん今もう思いついてると思うんですけども、元男の子っていう、そこですよ。私それまで全然ね自分の境遇とかをあんまり話さなかったんですよね。いらない情報かなと思ったから。だってもうマイナスでしかない。今でこそいろんな多種多様性っていう部分が世間に認められつつありますけども、数年前なんてこのジャミンレモンを紹介する元男の子ですとか言っただけで、こっちよりも元男の子、気持ち悪い、なんかそんな風になっちゃってたんですよ、コメント欄でも。だからもう言うのやめたですね。でも私が元男の子の部分を隠したら、私が私自身を否定しちゃってるんじゃないのかなと思ったの。だって私性別を変えてこう女として生きてるじゃないですか。私にとってはこの生き方が正解だと思いたいんですよ。私まで自分のこと認めてあげられなかったら、思春期から悩んできた青木少年自身を正面から否定してしまうと思ったの。私は私なんだと。だから胸張ってこの元男の子っていう境遇を恥ずかしがらずにもっとどんどん言ってこう、それを言うことで、あー世の中にはこんなかわいそうな生き方してるけども、でも明るくこうやって生きてる人いんだったら俺は落ちこぼれじゃないのかもしれないみたいな感じに、動画を見た視聴者さんに勇気と希望を与えられるんじゃないのかと思ったんですよ。まあ、そんな感じで私にしかできないことをやろうって思ったの。すぐねそのお母さんから言われた後に初めて元男の子として今までこう生きてきた体験談を話したの。そしたらバズったんですよ。100万再生200万再生って言ったの。そっからこの青木カノンは専業 YouTuber になったんです。あの時お母さんに言われてなかったら私動画編集の会社に就職してました。今思うとあの時お母さんと鳥貴族行ってよかったなぁと思うわけですよね。諦めないでよかったなと、あの3年間無駄じゃなかったんだなって思いました。再生数が伸びてる時はよっしゃーってなるけども、落ちてる時は本当に生きた心地がしないっていうのが適切な表現がわかんないんですけど、結構メンタルに来るんですね。でもその中でも視聴者さんが今日楽しかったよとか、いつも応援してるねって、もうそれがあるから生きた心地がしなかったとしても皆さんに支えていただいているなとすごく実感してます。ありがとうございます。私が今から発表すること、ちょっとメモにまとめてきたので、それを読みながら話していこうかなと思います。多分何回か過去動画で話してると思うんですけど、私実は初期の動画、2014年から2016年頭ぐらいまで出したほぼ全動画、約180本。その時の動画、今全部非公開にしてるんですよ。非公開っていうかもう消しちゃって、
ってるんですよ。普通他の YouTuber さんでさ、初期時代の動画からこう遡れて、ああ昔はあの〇〇さんはこんな感じだったんだって感じにさ、思い出を遡ることできるじゃないですか。私初期の思い出ほとんどこの YouTube にないんですよ。てか消しちゃったんですよ。消した理由はですね、言える範囲では、当時私その歯がですねすごくガタガタだったの、歯科矯正をしてる途中だったからすごいガタガタだったっていうことと、あとはですね、これが一番の大きな要因なんですけど、ホルモンボケ。何ホルモンボケって何って思うじゃないですか。これね、元男の子さんだったら多分分かってくださると思うんですけど、女性ホルモン剤を入れてそんなに月日が経ってない人って、分かりやすく言うと、女性ホルモンしますで、体にどんどん女性ホルモン剤がこうやって馴染んでいって、男の見た目から女の見た目にどんどん移行していきます。でそれと同時に、まあ、私の感覚値ではありますけども、脳の考え方とかもだんだんとね、こう男脳から女脳に、個人差ありますよ、個人差ありますけども、こう移行していくんですよ。でこの男から女に脳みそがこうやってちょっと考え方、こういう価値観が移行してる、この中間地点ぐらいの、そのグラデーションみたいな境目ですよね。その辺がまあ辛いの、すごい辛い。あんまり話したことないけど、自分どっちなのみたいな、何者なのみたいなのが分かんなくなって、いきなりすごい不安定になるんですよ。メンタルがブレブレなんの。時には男になっちゃったり、時には女になったりとか。これマジよ。そのホルモンボケがすごい出てしまってる時期なんですよ。お金玉取ったりとかしてた時期だからっていうのもありますけども、すごい体の中のホルモンバランスが上がったり下がったり、上がったり下がったり、上がったり下がったりっていう、もうこんな感じなので、喋り方とかもあれなんかちょっとおかしいぞみたいな、見たらわかるんですけども、そういった症状が如実に出てる時期の動画が180本なの。だから皆さんに見せたくなかったんですよ。ですがさっきも言ったように、初期時代の私も私じゃないですか。でその私自身が過去の私を否定しまったら、もう私が私であるような気がするけども、私のようで私ではないという、まあ、そういった現象に陥ってしまうわけですよね。 YouTube を見て応援してくださってる皆さんにも、今の私は昔あんなだったから今の私がいるんですよっていうのを知ってほしいと思ったから、再公開しようっていう決心がついたんです。なんか大してすごいこと言ってないではな。でも私にとっては結構重大事項なんで、ちょっと大げさな演出になっちゃってると思うんですけど、まあ、そういった気持ちがあってまた出そうかなと思っております。ただね、再アップロードするにあたり悩みと問題点があるんですよ。それはその今皆さんが見てくれているそのスマホのさ、アップロード動画一覧みたいなのあるじゃないですか。そこに今の青木かのんの動画と昔のホルモンボケ時代の青木かのんの再アップロード動画がごちゃ混ぜになるわけですよね。そうなると皆さん見づらいじゃないですか。そこをね、私心配してるんですよ。あ、でもどうなんだろう、公開時間をばらせばいいのか。例えば今の私の姿での動画は夜出して、昔の再アップロードの動画はお昼とか午前中とか出したりとか、そうしたらいいのかな。でも180本あるからね、毎日投稿したとしても半年もあります。そこがね、ちょっとね、どうしようかなと思って、それが心配なんで、もしよければ皆さんいい案とかあれば教えていただけますか。サブチャンにアップするとかそういうのは考えてないんですよ。メインチャンネル全部完結したいの。再アップロードが午前中、今のこの現状動画が夜、もしくは一緒に出した方がいいんじゃないのかとか、よかったら皆さんからのいいアイデアをください。これもホルモンボケっぽいな。はい、ということで、今回ですね、今まで私が活動してきた苦悩と感動のラビリンスウォールヒストリー、そして皆様への感謝のお言葉を話し、そして私の過去も認めてあげるっていう重大な決断を皆さんにお話しました。少しでもこれからも応援してくださるっていう方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、TikTok もありますので、そちらも概要欄からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。